太陽系の皆様、本日もお疲れ様でした。今日は令和2年の、6月30日、6月の最後の日でした。明日から新しく、7月に入るということです。それはまあ数字の世界ですけれども、太陽系のね、こう、星の流れは常に一定に、微妙に変化しながら一定に回っているところです。今年は今年の、流れが、巡ってきているわけですけど、我が家の桃農家も、とりあえず例年の、参考に基づいて、動いているところです。で、早朝から、農作業をして、桃の収穫とかね、今の時期は、して、市場に出したり、どこどこに出荷したり、みたいなことをやったりし、草刈りも、その間にはやったり、様々な、農作業が、待ち受けてるわけですけど、戦場にはね、畑という戦場に様々な作業が待ち受けていて、それと戦って、今日も無事に帰ってきて、6時ぐらいからね、夕方の6時ぐらいから晩酌をして、今もう夜の9時を回ったところですけど、桃農家、やってるんだけど、桃農家のね、地元の人もね、桃は食べることあるんだけど、三流、階級で言ったらね、三流の、シロッコって言われる、こう、あんまり赤くないね、桃をね、農家さんたちはね、食べたりするんですけど、実はね、二流品とか三流品とか、四流品のね、桃が美味しかったりします。シロッコって呼ばれる、枝の先っぽにね、なるね、色が濃ない、桃。意外とね、甘みがね、強かったりして、見た目は悪いんだけど、本当はこれが美味しかったりします。これをね、今夜もね、食べようかなって思ってるんですけどね。桃にはね、桃なりの素晴らしい栄養素とか、こう、特別なミネラルがね、桃が吸ったミネラルを摂取できるみたいな。キュウリとかそういうものとはまた別の、桃独特の栄養素を、持ち備えているのでね。これはね、やっぱり、桃っていうのは素晴らしいなと思って。これは三流の桃です。農家さんが普通食べるのはね、三流とか四流の、桃ですけど、見た目は悪くてもね、美味しいです、本当に。僕もね、嫌いではないので、定期的に食べています。たくさんは食べませんけどね。で我が家はね、いろんな料理に出たんだけど、野菜料理がね。で、キムチにつけたきゅうりとかもね、やってね、食べています。地球には四季があってね、冬はね、野菜とか作れないけど、そういう時は芋類とかね、土の下に、眠っているものを冬はね食べればいいんだけど、今の時期は葉物野菜はもう時期終わっちゃったか、春か、果物中心、これね、火砕類っていう、火砕流ではなくてね、果実になる、野菜類が
素晴らしい時期だなって思いますね。あのシーズンの野菜をね摂取するということはね、あの理にかなっていることなのでね、たくさん食べて身に、したり、心で感じたりして食べていけたら良いと思います。これもう晩酌、終わってあのコーヒー、あのアイスコーヒーをね飲み始めました。アイスコーヒーってね、あのまあアイスクリームもそうですけど、アイスっていう言葉が入ってるってことは、あのいろんなものを愛しなさいっていう意味かなって思って受け止めてね、僕はやってます。アイスコーヒーなんですね。今の時代、愛が薄れている時代なので、愛というものはとても大事だと思います。定期的にアイスコーヒーも、しながら、いろんなものを愛して心で感じて明日に向け頑張っていきましょう。とりあえず本日も誠にお疲れ様でした。以上です。